キング、今日やる料理はね、じゃじゃん、ちょっとね、豚肉ちゃん買ってきました。またしてもお買い得品、これを買っちゃいましたよ。で、今日ね、もうめちゃめちゃお腹空いちゃったんで、もうなんじゃこりゃっていう感じのパワー系の力強いチャーハン作りたいと思います。はい、調理スタート。よし、じゃあ今日の材料説明いきます。ちょっとね、お腹減ったね。これ 300g ご飯用意しました。で、卵2個で、ニラね、このぐらい、大体ね、まあそうだな、4分の1束ぐらいか、うん、まあ適量って感じで、刻みネギもこんな感じね、適量で、玉ねぎはそうだな、これの半分ぐらいだから4分の1使います。で、と肉ね、肉まあ 200g ちょっと多いかな、 150g ぐらいにしとこうか、うん、これでやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。よし、じゃあ早速やっていきますか。じゃあまずね、豚肉の調子見るか。あ、これはね、大丈夫だね。もう大体カットしてある感じだから、これはね、カットしないでそのまま使っちゃいますね。で、そしたらまあカットするのはこれだけか。はい、玉ねぎね、この4分の1こんな感じで、まあそうだな、 3mm ぐらいかにカットしました。さあ、そしたらね、今日ね、何作ろうかなと思ったら、こうちょっとね、パワー系のちょっとガツンとくる味わいのやつをちょっと作ってみようかなと。で、ちょっとね、タレちょっと先ね。はい、そしたらね、これまず甜麺醤大さじ1杯。はい、で、オイスターソース、はい、よし、大さじ1杯。中華の2大調味料使ってですね、そこに、はい、お酒大さじ2杯。はい、ほんのちょろっとピリ辛も入れたい。豆板醤、まあ小さじ半分ぐらい。はい、で、それちょっと混ぜて、はい、そこにお砂糖ね、お砂糖が小さじ2杯。はい、こんな感じでね。はい、これでね、すごい結構濃いめのベースができましたと。そこにですね、今日はですね、もうスタミナつけようってことで、このニンニク2かけとこれを全部すり込んじゃう。で、生姜もね。で、生姜するときは必ず、しょうがねえな、この野郎って言いながら、まあ大体そのなんか、ニンニクが2つに対して、これはなんか1かけ分ぐらいの感じの、2対1ぐらいの割合だかな。はい、こんな感じで、はい。で、これでもうね、ものすごいこう、味が濃くて、ニンニクがバチッと効いた、このすごいタレですよ。はい、じゃあこれで、これで準備は OK です。で、今日は卵をね、2個使うんですけど、最後にね、このスタミナ系だからね、黄身をね、生の黄身をポンと乗っけて、これを潰すっていう楽しみが落ちたい。なんで、これを黄身の分だけこうやって、よいしょ、こうやって別に1個分だけこう分けといてください。よし、ここまで来たら、はい、準備 OK です。よし、じゃあ早速やっていきたいと思います。よし、じゃあ早速やっていきますよ。はい、じゃあまずね、 300g なんでね、大体ね、油ね、ちょっと大さじ1杯じゃ足んないね、大さじ1杯半ぐらい入れますね。そしたらこのね、さっき黄身を1個取った卵を入れていっちゃいます。はい、はい、そしたらこれをかき混ぜて、はい、こんな状態でね、半熟状態に、このなった状態の時に、はい、ご飯投入。はい、そしたらこのお玉の背を使った感じで、こうやって混ぜていきます。よいしょ、はい、こんな感じで混ぜていきます。はい、そしたらね、ある程度こう混ざったら、でね、これある程度混ざったら、ここで味付けいきますよ。はい、毎度おなじみ、トンシャンパン小さじね、1杯分ぐらい。で、大体このチャーハンの場合は、200g で卵2個で、トミシャンタンが小さじ1杯で、大体ちょうどいいぐらいの味になります。なんで、これ 300g ご飯用意したんで、ちょい薄味なんですよ。なんですけど、これは、この下地のチャーハンは、このぐらいの、ちょっと、このまま食べるにはちょっと薄いなぐらい。これで正解なんです。薄めのチャーハンっていう感じの仕上がりにします。最後の方にこれ、ネギで、これかぶり入れて、よし、で、さっくりさっくり、そうするとネギの香りがプーンと立ってですね、いい感じだね。はい、そしたらあとは味のアクセントでブラックペッパーで、ここお好みだけど、僕ちょっと濃いめが好きで、胡椒ちょっと強めにして、おー、こんな状態で、
で、ざーっと混ぜ合わせて、はい、こんな感じでね、ちょい薄めの美味しい卵チャーハンの出来上がりです。はい、そしたらね、はい、出来たてのね、チャーハンを、まあね、で、少しこうやって押さえてあげて、はい、そしたら、いかにも中華だよみたいな、こんな薄皮があるといいんだけど、これでパッカリーなと。はい、で、ポーンと。はい、こんな感じで、この段階で美味しい卵チャーハンね。はい、ここで、ね、今日は終わりじゃないですよ。はい、そしたら、改めまして、はい、ここに、はい、油大さじ1杯分ぐらいね。はい、肉を炒めていきます。よし。はい、こんな感じでね、だいたい 150g ぐらい。はい、こんな状態で油が回ったところで、まず玉ねぎちゃん入れちゃいます。はい、こんな感じでしっかり炒めていくと、はい、豚肉ちゃんにね、火がしっかり通って、で、ちょうどね、よくあの玉ねぎちゃんの方はね、あの火が通ってちょっとね、もう透明感が帯びてきます。はい、こんなような状態で、あの、豚肉と玉ねぎにちょうどよく火が通ったら、はい、先ほど合わせておいた、このね、スタミナたっぷりの、ニンニクたっぷりのタレを投入します。はい、そしたらね、これね、ざーっと炒めていく。ニンニクのめちゃめちゃいい香りすごいね、パワーが。はい、こんな感じで全体にね、タレが絡まりましたね。はい、そしたら最後の最後にこれね、あのニラで、ニラ入れたらもうニラはね、もうすぐに火が通ってしまうので、ザーッとね、ザーッとサク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 と、はい、こんな感じでもうニラはしっかり火が通っています。はい、そしたらもう火を止めて、さっきのこのね、チャーハン少しこうやってね、真ん中こう広げてあげて、よいしょ。うわぁ、たまんねえな、これ。はい、こんな感じで、肉ニラを乗っけてあげて、そしたら、最後の最後に、はい、甘卵の黄身、はい、ぴょーんって乗っけてあげて、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、研磨寿司超簡単、スタミナ肉ニラチャーハンの完成でーす。めちゃめちゃ美味しそう。よしはね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。いやー、もうなんという作品や、ジャンキーこの上ないね。じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通りチューハイと、皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、おいしい、もう毎日楽しいってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、いただきます。よし、早速食べてみますか。すげえうまいね、これ。なんじゃこれって感じ。味濃いしね。で、この卵の黄身ちゃんをパコーンって割って、うわー、この感じたまんないな。これは甘酸っぱいタレに合うだろうな。なんとも言えない、この無理くりパワーをつけたいぞっていう時はこういうのいいですよね。本当にね、このチャーハンの上に甜麺醤とオイスターソースのダブル濃い味のやつがすんげえニンニク効いてんの。これはもうスタミナの塊ですね。で、この中からちょんちょんチャーハンが出てくんだよーと。で、中は中で卵チャーハンだから、もうこれだけで美味しいじゃないですか。おいしい、ちょうどいい。下のチャーハンを薄味にしたことによって、この上の濃いタレとのマッチングがめちゃくちゃいいですね。これは本当に贅沢なチャーハンだわ。こういうの作ると大体ね、別々に食べたいとか上だけでいいやとかっていう意見が大体ね出るんだけど、このね、混然一体感っていうのがいいんですよ。これをガサガサってこう書き込むこの感じがまたね、たまんない。これはパワーつくわ。
これはパワーがつく、元気もりもり、肉、ニラ、ニンニク、今日のこの簡単料理ね、元気がねえ時はもうこういうの食べましょう、ニンニクガツンと食べちゃいましょうってことで、ケマス式スタミナニラ肉チャーハン、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。